髪型ですか？ライブの時は小鳥にヘアアレンジをしてもらうこともあるんですよ。いけません。勘違いしてしまいますから。うみちゃん、ここで問題です。秋といえば何の秋？突然ですね。やはり運動の秋でしょうか。弓道の大会が近いので、みんないつも以上に気合が入っているのを感じます。いやいや、そうじゃなくて。そうじゃなくて？え、不正解なのですか？合ってるんだけど、今は不正解なの。何ですかそれは。いいからいいから、運動以外で秋といえば何の秋？読書の秋でしょうか。秋の夜長と言いますが、静かで涼しくて本を読むにはうってつけです。そういえば先日とても面白い本を読んだのです。よろしければお貸ししましょうか？うん、ありがとう。でもそれも正解じゃないの。これも正解ではない。何かの謎かけですか？そういう難しいのじゃなくて、もっとこう、ほら、おナスとか松茸とかサンマも美味しいよね。食欲の秋ですか？大正解！さすがウミちゃん！いえ、あそこまで言われれば普通誰でも当たりますよ。それでこの問答に何の意味があるのですか？それはね、正解した景品としてウミちゃんを素敵なイベントにご招待。素敵なイベント？先ほどの問題と何の関係が？とにかく週末開けておいてね。じゃあ。花よ、どこへ行くんです？ちゃんと私の質問に答えてください。あとは掛け布団をかけて、よし。花丸とよしこはお風呂でしたね。この布団で寝てください。今花丸の分の寝巻きも出しますので。何から何までありがとうございます、海さん。はい、どういたしまして。今夜だけで何回ありがとうを言われたか分かりませんね。何回言っても言い足りないずら。だって海さんがいなかったら丸たち本当に野宿することになったかもしれないし。そんなに気にしなくていいですよ。困った時はお互い様です。私もあなたたちを夜の街に放り出すことにならなくて安心したのですから。海さん、なんて優しいお方ずら。やっぱりミューズの大黒柱は器の規模が違うずら。大黒柱だなんて、そんな、さすがに大げさすぎます。このご恩は必ずお返しします。何なりとお申し付けください。花丸、もう寝ましょう。緊急ライブや野宿の危機で疲れているんですよ。横になれば気持ちも落ち着きます。海さんを差し置いて就寝など。何でも言っていいと言うから寝ましょうと言ったのですが。掃除洗濯食事の用意、何でもやるずら。これは何か頼まないと引き下がってくれそうにありませんね。では掃除、部屋の片付けを手伝っていただけますか？もう夜遅いですから、机や本棚の周りだけを軽く。わかりました、お任せくださいずら。
参考書本棚に並べ終わりました。ありがとうございます。花丸は仕事が早いですね。助かります。普段来客があるときは事前に片付けるのですが、今回は急だったのでいろいろ出しっぱなしになってしまって、重ね重ね申し訳ないずら。あ、いや、咎める意図はないのですよ。日頃からきちんと整頓をしていなかった私が。あ、ノートが。せっかく順番通りにまとめたのに。これってもしかして作詞の？ん？違うみたい。この文章は。違います。それは中学の頃から日々感じた心の揺らぎをしたため続けた自作の刺繍などでは絶対ありませんから。海さん安心して、誰にも言わないずら。一生丸の心の中だけに留めておくからね。留めなくて結構です。今すぐ忘れてください。聞いてください。大変だったんです。実は週末、ほのかと小鳥と一緒にテーマパークに遊びに行ったんです。ええ、久しぶりにハメを外してしまいました。ではなくて、最初はとても楽しかったのですが、お化け屋敷に入ったところからおかしくなりまして、はい、中からの悲鳴が絶えず聞こえているような感じで、噂にたがわぬアトラクションでした。私は絶対にやめておいた方がいいと言ったのですが、ほのかったらテンションが上がってしまって、入ろう入ろうと誘うのです。小鳥は渋っていたのですが、結局押し切られて入ることに。しかし案の定、いくらも進まないうちに足が動かなくなってしまいました。その上、二人とも私にしがみついて離れなかったのです。私はもちろん大丈夫でしたよ。ほのかも小鳥も怖がっていましたし、リタイアです。怖い気持ちを吹き飛ばすんだと意気込んだほのかに、3回連続のジェットコースターを強いられました。それでは気が済まず、その後も延々と絶叫系に乗り続けたもので、私も小鳥もクタクタです。ほのかだけは満足そうでしたが、長い付き合いですし、ほのかには私がついていないと。え？何が羨ましいのですか？ああ、テーマパークに行ったことですか？それならあなたもお連れしますよ。地図は頭の中にありますから、案内することができます。お化け屋敷はちょっと避けたいところですが、あなたとならばもう一度挑戦してみるのもいいかもしれません。恨めしや。こんな格好をしてみましたが、怖がらせることなどできるのでしょうか。え、十分迫力がある。本物のようだ。それは一体どういう意味ですか？私の姿がお化けそのものだと言いたいのですか？
納得のいく答えをもらうまで逃がしませんからね。